歌手のマイケル・ジャクソンと一緒に生活したチンパンジーで、ある、バブルス君の愛称で知られる。バブルスは1983年にテキサス州の研究所で生まれ、実験動物として飼育されていたところをマイケルがペットとして引き取り、リベリアン・ガールなどのミュージックビデオにも出演させた。1987年のバッドワールドツアーで来日時にも一緒に連れてきたため、 一躍長広く知られるようになった。来日時には大阪市役所を表敬訪問し、大島康市市長から歓迎され、市長室でお茶を飲むシーンが話題となった。その後、何年もの間バブルスはネバーランドで生活し、表には出てこなかった。そのため、一時は他人に上渡したという噂や死亡説まで出ることになった。しかし、 2003年に放映されたドキュメンタリー番組マイケル・ジャクソンの真実緊急独占放送密着240日のアウトテイクでバブルスは40頭くらいいるチンパンジーのボスのように暮らしているバブルスはマイケルの個人用トイレを使い彼の部屋を掃除してくれたと言っており溺愛していた様子を語っていたマイケル・ジャクソンの真実のアウトテイクでバブルスを手放した理由として マイケルは当初から調教師にチンパンジーにも人間の反抗期のような時期があり力が強いために手放さなければならなくなると言われていた手放したことを後悔しているバブルスのためにアニマルパーティーを開きたいとも語っていたバブルスは動物トレーナーであるボブダンのカルフォルニアの牧場を 経て、2005年には、フロリダ州のルイジンサルセンターに移常されており、2012年6月25日に放送された、世界丸見え、テレビ特捜部に手存命である姿が放送された。2017年5月11日放送、ぐるぐる、ナインティナインにおいて、34歳になった2017年、現在も蒸気類人園センターで生活を続けている、ことが放送された。 ありがとうございます。